だから地球はまだ微芽配のね、段階やから、まだその動物っぽい形じゃないよ、地球の形。ああ、見たわかる。微芽配ってまた調べておいてください。だからこんなのってこんなボールにね、なんか入れて。状態やから、だからポケモンのなんだろう。ポケモンのボールに似た形の、似たデザインというか、あっちが似せてんねんけど。まあ、その段階なんですよ。だから、じゃあ、日本列島はど、人間になった時はどこに当たるのですかとかじゃないね。あれ、ただの腫瘍ってやつ。出来物、突然、内部から出てきちゃったけど、それは日本列島。ユーラシア大陸はその犬の精子が原因でできた出来物。アメリカ大陸はカラスの精子が原因でできた出来物。上の世界で何されてんだよ、このうち。ある程度覚えてるけど。ある実験って言ってるけど、それは、ひょっとしたら言い訳かもしれない。もうなんかほんまにやばいセックスされてるのかもしれない。この世界でね、一番多いっていうか、多分ね、怖いでしょ。で、結局、なんか飛んでた。その発生が始まったら、発生っていうのは、いわゆる発達のことね、というか細胞分裂のことを発生っていうんですけど、で、もう、微芽配できたら、あとはもう、立つっていうかな、むしろね。で、生まれることが分かった状態からあとは発達っていう場合で、まだ生まれる、まだだから生命体として微芽配にもなれない場合もあるから、卵子っていうか、それまでの状態を発生って言ってたと思うんですよね。微芽配の発生と、微芽配発生後の発達って呼んでたはずやけど、だから今も発達状態に入ってんね。地球は。で、またもっと複雑な形になっていく。つまり、どん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 細胞が複雑になっていくわけですから。じゃあ、今、チキ、風水とかでいうチキっていうかね、まあ、要するに、パワー、パワースポットなど、そう。風水上のチキが高いパワースポットっていうのは、そこからなんかできますよっていうか、そこさらに細胞分裂しますよって意味なんです。つまり、チキの高いパワースポットは、おったら危険なんですよ。表面寄生虫みたいな食は、そこおったら危ない。そこからボーンってなんか出てくるかもしれんから、ほんまに。だからね、トヨタ自動車のね、トヨタっていうところね、その下にかなり知識の高い部分があって、だからこそそのトヨタが発達した、空前の発展を遂げたっていうのは、まあ、スピリチュアルの世界で有名な話でしょ。だから、豊田市の下に別に今何も、誰もね、学者が何も発表してなくても、そこからドーンって出てくるのよ。地基の高いところからは、必ずなんかドーン、ニョキって出てくるか、もっとグッと複雑になっていくか、どっちかやから、それまた生物学の教科書ね、読み返しておいてください。中学、では高校、え？中学高校ぐらいのね、どっちか、その前後ぐらいの。